赤ザエビは、エビ目、ザリガニシタア赤ザエビ科に分類されるエビの一種。日本近海の深海に生息する海生ザリガニ類で食用に漁獲される。ハサミ足が細長いことから料理店などでは、テナガエビとも呼ばれるが、標準和名のテナガエビは、奇水、淡水性の全く別のエビを指す。方言でも、例えば、長崎弁で赤ザエビと、 背長えびの双方に共通して、ダクマという名が当てられている。全長25センチメートル。全身が非常に硬い殻に覆われる。腹眼は黒い球形で、閣角と腹眼の横には鋭い棘がある。ハサみ足は長くがっしりしているが、ふわはあまり強靭ではない。腹部には背中側中央に出っ張った線があり、両脇に複雑な彫刻のような模様がある。 体色は全身が大色ピンク色で植物の赤座を思わせることからこの和名がある。千葉県沖から日向灘田,田にかけての太平洋沿岸域に分布し、水深200から400メートルほどの深海砂泥底に生息する。深海動物だが日本近海だけに分布する固有種でジャパニーズロブスターというエメもある。繁殖期は秋で、 交尾後にメスは2から3ミリメートルほどの卵を400-1500個ほど産卵し、話に抱えて孵化するまで保護する。孵化した子供はすでに親と同じ体型をしている。冬から春にかけて、カゴ漁などで漁獲され、食用にされる。殻が硬くとゲも多いが美味で、塩茹でや味噌汁などの和風料理のほか、ロブスターと同様にローストやパエリア、スキャンピなど、 洋風料理にも用いられる。赤ザエビ属メターナフロープスは、熱帯、温帯の深海から多くの種類が知られる。これらも赤ザエビと同様食用に漁獲される。AB、ワームズリザルトハット、イタスリザルトハットちゃんでは18種を挙げる。ありがとうございます。